材料と主な調理器具です。黒豆 200g ですね、はい、こちらを水洗いいたします。はい、まあ、今回ねおせち料理に作ってほしいということで、はい、まあまあなんか浮いてるね。浮いてる、はい、はい、でまあざるにあげて、はい、またもう一回ぐらい、あ、なるほど、はい、黒豆水切りしておきます。その間にですね、はい、寸胴鍋ですね、はい、結構大きいやつなんですけど、はい、まあ、そこで水と調味液を混ぜます、はい、まずは水 850ml です。まあ、今回ね分量も大事なんでしっかり守ってください。白砂糖 150g です、はい、そしてコクを出すための黒砂糖ですね、はい、こちら 30g です。そして醤油ですね、大さじ1杯。最後に塩小さじ1/2杯です、はい、これ塩入れるのもポイントですね。そう、こういう黒砂糖ですね、はい、果てるもの、はい、これ鍋はねちょっとこう深めのやつを、ね、深めのやつの方がいいんです、はい、吹きこぼれるんで。そうですね、はい、はい、じゃあで強火で沸騰させます、はい、でこれは目的はあの砂糖を溶かすという、で特に黒砂糖が溶けにくいので一回沸騰させます。はい、まあ、砂糖も完全に溶けて、うん、はい、沸騰しましたんで、はい、ここで入れます黒豆、はい、で消化しましたね、今ね、火が消します。でこれね、はい、これ鉄卵っていう、これね、うん、岩手県のなんか特産品があるんですけど、はい、それを入れまして、はい、今消化してます、はい、ほんで、はい、外蓋をして、はい、6、8時間、はい、まあ、今回実は12時間ぐらい置いてたんですけど、そうですね、はい、置いたものが、こちらに、こちらです。蓋開けてください。こんな感じ、おお、だいぶ黒くなってますね、はい、はい、これがまあ大体一晩置いた一晩です、はいはい、状態ですね。ちょっとシワがいって、そうですね、はい、でも最初よりも膨れております。わ、はい、かりました。じゃあ中火です、はい、ちょっと沸騰するまでにちょっとこっちのあの落とし蓋のね解説をしたいんですけど、こちらがですねリードペーパー、はい、でこちらがですね、まあ、かガーゼですね、はい、でまあどっちでもあの使うんですね。よっちゃんはね普段ねこっちのガーゼの方をですね、よく落とし蓋に使うんですけど、はい、まあ、こっちの鍋の中の豆が踊らないようにすると、はい、まあ、踊ってしまうと煮崩れしたりとかちょっと見た目が良くないということなんで、まずは豆が踊らないようにするっていうのと、あとはですね、まあ、これすごい細かい話なんですけど、この鍋蓋をですね、まあ、何回か開けたり閉めたりするんですけど、まあ、これによってですね中の温度のですね上下変化が起こりまして、それによってですね黒豆がなんかどうもシワが行きやすくなるということなんで、うん、そうそう、まあ、その時にですね、はい、できるだけ中の温度変化がないようにということで、まあ、落とし蓋をするとね、そうそう、豆に影響がないようにね、はいはい、だからこの落とし蓋ものすごく大事なので、はい、ぜひこれからの工程皆さん使ってください、はい、まあ、今回はこちらのリードペーパーを使おうかなと思っております、はい、あ、もう沸騰しそうだから、はい、あ、もう豆がほらこんだけ浮いてきました。お、こういう時はね、はい、はい、もう落とし蓋、これあの沸騰前に消化するのがポイントですね、はい、では今回落とし蓋この リードペーパーですかね、リードペーパーね、はい、リードペーパーを使います。はい、こちら完全にね覆えるんですよ。あ、いいですね。これあの、はい、直径30センチありますけど、ね、鍋の直径がね、はい、こんな感じ、はい、はい、でこれで蓋をして、はい、で弱火、はい、はい、今、はい、はい、おお、もっとアクがわーっと出てくんねんけど、いつもはね、今回ね、はい、なんか出えへんのね。あ、これ吸うてくれてるかもしれません。ああ、なるほどね、はいはい、ちょっとあんまり蓋長くて開けた、そうですね、はい、はい、引き続き煮ます。落とし蓋してからだいたい1時間ぐらい経過いたしましたけど、はい、おお、すごいですね、湯気が、はい、こんな感じですね。あの、いっぱい水分まだあります。水分がもしね、はい、あのすごい減ってきたら足すんですけども、はい、ほうほう、今のところは十分にありますから。わかりました、はい、じゃあこのまま引き続き弱火でグツグツと炊いていきます。落とし蓋して2時間経過いたしました、はい、中を見てみましょう。オープン、うん、まだ汁がはいはい、あ、はい、いい感じですね、はい、で消化、消化ね、このまま冷めるまで置いときます、はい、さあ翌日でございます、はい、中身見てみましょう。これリードペーパーです、はい、いわゆる中蓋、はい、落とし蓋ですね。ちょっとこれ引き上げます、はいはい、ああ、なるほど、こんな感じになってるんですね、はい、まあまあええ感じだから、ちょっとなんかシワがいってる感じが、ね、はい、するんですけど、実はあの、はい、
あの後ゆうちゃんどうやったんですかね、その粗熱取ってから。シワがすごくね、はい、豆に多かったので、うん、今回の黒豆はシワがいかないというの、はい、そうそう、だから、はい、これはまずいと思って、いろいろ調べたり、してましたらですね、はい、水が少なかったんじゃないかなと、はい、いうことで、はい、あの後400水足しまして、追加して、はい、で、ちょっとしばらくほっといて、ほっといて。はい、で、夜中に1時間加熱しました。はい、もう一回、弱火で。あのね、中火で加熱してからね、加熱してで沸騰しそうになったら弱火にして、はいはい、で1時間、はい、加熱して加熱しました。でまた火消して、で一晩置いて置きました。置いてね、はい、で今朝ですよ。今朝またやったんですか。はい、今朝ね見たら、はいはい、まあ、完全にシワ、伸びていないので、はい、また差し水を 100ml 入れました、はいはい、ああなるほど、はい、で100入れて、でさっきと同じように中火で沸騰手前で弱火、そうそうそう、で1時間1時間加熱してしました。で消化した後がこれと、これです、はい、いうわけですね。そうなんです。まず最初の浸し水ですね、はいはい、それが850って少ない、そうそう、少なかった水が、はい、これをもうちょっと多くする、はい、で大体ですが、まあ、1200あ、なるほど、ミリリットルぐらい、はい、あの 200g の黒豆には必要かなと思いました、はい、もう一個、豆が古いこれが豆が古すぎた、古いは古すぎたというか、うん、古い、古いで、やっぱり新しい豆を使った方がふっくらと皮が柔らかく、シワが少ない、そうできるんではないか。なるほど。落とし蓋ですが、ね、はい、リードペーパー、このリードペーパーではなくて、はい、金属のあの落とし蓋の方が、はい、黒豆を押さえる力が強い。ああ、なるほどね、はい、落とし蓋を金属にした方がいいんじゃないかと、いいんじゃないかなと、可能性ね、はい、可能性ですよ、はいはい、ガスのせいにしてるんですが、ガス実はね、ちょっと最近ね、はい、このガスね、調子悪い、弱火がね、大きいんですよ、はい、あちょっとね大きくなってるんですよ。もしこの動画見て黒豆作りたい人は、はい、そのまず落とし蓋を金属にするっていうのと、はい、あと水を、まあ、200g 豆使う場合は、はい、1200で、あと豆は新しいの、豆は新しい、はい、すごい汁が減ってきたら差し水を差し水、ね、はい、やると、あでガバッといっぺんにやると温度変化が激しいので、はいはいはい、少しずつ差し水をしながら綺麗にできてますよ。多分これね、一般の人が見たらね全然ええやんと、あ中までまだちょっと完全に味は染みてないですけど、うん、うん、甘いし、で今後どうするんですか、ちゃん、もうこれ一応味ついてるけど今後もうちょっとね、うん、さっきと同じように、はい、差し水して、はい、3日間ぐらいかけて、でまたあのちょっと弱火でやって、はい、弱火でして、でまた熱落としてっていうのを、あ、なるほど。でね、以前ですね、うん、あの電気鍋を使ってやったんですが、 あれは失敗しないんです、低温調理の。でガスってね、ほら、うん、こっからしか熱が伝わっていかないでしょ、ね、はい、で鍋全体になかなか熱がね伝わりにくいんですよ。なるほど。だから、うん、電気鍋やったら多分黒豆ってあのどんな素人でも、わかりました、はい、じゃあよっちゃん、ね、もしね、はい、まだお正月までちょっと時間あるから、機会があったら、はい、なんかリベンジできる？あ、できます。できますか、はい、うん、あ、なるほど、なるほど、よいしょ、あー、ははは、こんな綺麗の、こんな綺麗、こっちが新豆で、こっちが賞味期限切れの黒豆か。そうそうそう。全然違う。あと、ちゃんとした作り方のやつね、うんうん、その金属の。これが。これ新豆、新豆。新豆で、賞味期限切れ。で、電気のこの低温調理器っていうんですかね、これで作ってみたところです。なんと驚きの結果が出たということなので、今ちょっと撮影してるんですけど。ちょっと今冷まして。ああ、落とし蓋は。金属のやつね。あ、布もやってんね、ここに。あ、布も二重でやってんの。二重。あ、これ。これね、金属のやつと布のやつ二重でやって。見て。普通の豆？というか新豆じゃないの？新豆じゃない。こんだけ綺麗に。綺麗になりましたよ。全然シワないやん、これ。こうシワシワになった原因はこの鍋やったってこと？まあまあまだ、はい、結論は出てない。まああとこの、はい、あの落とし蓋もね、はい、あの今回違えて使いましたけど、そう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 、いやすごい、ちょっと一ついただいていいですか？はい、いただきます。はい、鍋の時よりもめっちゃ柔らかいし、そうでしょ、これだからちょっと電気鍋ってすごいですね。もうちょっとあの加熱しましょう。まだまだ加熱、今ちょっと冷ましてる最中。あ、そうですか、はい、
あ、で、そうか、冷まして、また加熱して、冷まして、また加熱して。温度が冷えてからまた加熱して。うん、お相手は、やっちゃんと、てっぺいでした。最後までご視聴ありがとうございました。また次週の、はい、料理動画お願いいたします。はい、じゃあ皆さんチャンネル登録お願いします。それでは、さよなら。これは意外な結果出ましたね。